急行バスとは、急行を運転している、路線バスの総称である。当項目では、速度運転種別としての急行バスについて解説する。深夜急行バスについては本項目の事例と異なる。ため、深夜バスを参照のこと、高速バスに準じた急行バスの例一般路線での、急行バスの例状客獲得に成功した、東北の急行バス、106急行バス同じく乗客、 獲得に成功した近畿の急行バス、ダイレクトエクスプレス自家急遽都号を厳密な定義は存在しないが、路線バスのうち中間停車停留所を生成するなど速達運転を行う者を指す。都市間内市は広範囲な地域輸送を担う者については案内上は高速バスと差異がない事例が多い。しかし、高速道路を経由する高速バスと異なり、一般道路を経由して、 都市間の長距離運転を行い、クローズドドア制度がなく中間の主要停留所間の相互利用が可能である場合が多い。こういった運用をするものでは、より速達、長距離な運行を行うものについて、鉄道の特別急行列車になずらえ特急バスと称する場合もある。国鉄バスにおいては、一般道経由の長距離都市間路線を急行線と称しており、松山高知急行線。 明近急行線などが存在した。東名ハイウェイバス、明信ハイウェイバス、中国ハイウェイバスの確定便は種別が急行である。ただし、明信ハイウェイバスの急行便は現在名称上廃止している。高速道経由のバスについても、並行して一般道経由の路線バスが存在し、共通乗車の扱いがされている場合や、一般道経由の路線を一部高速道経由にした。 場合などは、高速バスと名乗らず急行バスを名乗ることがある。中には、車両も高速バスと同等にした車両を運用したり、またその場合は高速バスと共通運用をする事例も、あり、その車両には、トイレやオーディオ、自動車公衆電話のサービスがある場合があるが、自動車公衆電話は、携帯電話の普及で少なくなっている。なお、冒頭の定義の中には、 いわゆる都市内で完結するものも含まれる。例えば、東京都交通局が運行する路線バスのうち、急行を称する系統の英語の案内では、ラピッドが用いられる。ラピッドは、日本の鉄道では、快速列車に主に用いるが、日本国外では、特別急行列車の表記のように、速達列車に用いる場合もある。2007年3月現在ではこれを名乗る、定期運行系統は、 急行05系統、急行06系統の2系統がある。また、京都市営バスでも昼間時間帯に、急行1 0系統、急行101号系統、急行102号系統などが、神戸市営バスでは、行六64系統が終日運転されている。これとは別に、京都市営バスでは、平日の朝、夕のラッシュ時に9系統や205系統などで、並行して、 快速便が運行され、急行バスとも一部で、経路や時間帯が重なる場合があるが、用途が違うためいわゆる、千鳥停車を行う。2007年4月からは、東京都江戸川区主導で関7通りを経由する、京成バス関零7急行、関零8急行、関7シャトルの実証運行が開始され、2009年からは、本格運行されている。 2014年からはしず、鉄ジャストラインも流走山線で、平日3往復を快速として運行し、地元大学へ乗り入れている。また大阪シティバスも平日の朝、夕のラッシュ時に79号系統、91、9号系統を設定している。この場合、必ずしも高速道路、自動車専用道路を経由しないため、高速バスのそれと合致しない。これに派生する形となるが、 車両に通常の路線バスを用い都市高速道路経由の路線についても急行バスを名乗る場合がある。この場合も高速バスのそれと合致しない。日本における民間会社が運営する急行バスでの成功例の最たるものとしては、岩手県北バスの106行バス、京阪バスのダイレクトエクスプレス自家急京都号の二つがある。この二つは都道府県庁所在地と 地方都市とを結ぶ急行バスとしての需要が多くあり、またその利便性ゆえに通勤、通学の乗客獲得に成功したケースである。急行バスの中には混雑緩和のために運行されている路線もある。これらは駅から住宅地や学校への路線で多く見られ、競合、並行して運行される系統より停留所数を少なくすることで、ある程度の混雑緩和ができる。ありがとうございます。